はい、こちらのマシンはロアバックといいまして背筋を鍛えるマシンになります。床に寝転んでこう反り返る背筋がありますけれども、これをより、背骨を痛めることなくですね、効率よく鍛えるためのマシンがこのロアバック背筋のマシンになりますね。こちらの使い方はですね、こうまたいでいただいて足の裏このねステップに置きます。そしてふくらはぎアキレス腱あたりをパッドに当ててこうしますね。骨盤のあたりをこうクリアしますね。あの床でやる背筋ってのはここからスタートするわけですから、ここからこう上がりますから、やっぱ背中が圧迫されるので負担が増えるということと可動域は狭くなります。けれどもこのマシンを使うとここまでいきますね。筋トレっていうのはやっぱり筋肉を十分に伸ばした状態からこう縮めていくことには重要です。でここで止めていいです。これ以上反り返る必要はありません。しっかり、ね、丸めていって自分のへそを見るような感じ、まっすぐ下を上がるよりは、ね、背骨を1本ずつゆっくりロールアップって言って少しずつ起こしていくような感じにします。フィニッシュは目線を前にしてください、はい、これも、ね、力入れるとき上がるとき息吐きながら、下ろすときに吸いながら、でまた吐きながら、はい、吸いながら、で1回吐いて、これはあの初めての方にとってはかなり、負荷が強いあのトレーニングになりますので、初めての方はもう本当5回から10回でいいと思います。スパーリングや試合を出られる方は20回30回、ぜひジムに来た時にはやってみてください。